セルゲイ・アレクサンドロビチ・クドリャフセフは、ソビエト連邦の政治家。1903年、ロシア帝国トベリ県に美に生まれた。実家学校を卒業して1919 19年から、ボリシェビキに加盟し、同年から1924年にかけて、ロシアコムソモールトベリケン・ベジェツク軍委員会議長、ウクライナコムソモールハリコフ県威責任初期、アルメニアコムソモール中央委組織部部長、 アブハジアコムソモール中央委責任初期、ロシアコムソモールザカフカース地方委責任初期、中央委責任教官を歴任。1924年から1926年までは、中央委ウラル局組織部部長、同年から翌1927年までは、赤軍で働いた。1927年からは、グルジア共産党、チフリスシー教官及び部長、 南オセチア自治州委組織部部長、1929年から翌1930年までは自治州委責任書記を務めた。その後は、中央委組織部部長、1930年から翌1931年までは、全連邦共産党クリミア自治社会主義、ソビエト共和国ケルチシー責任書記、1933年2月までザカフカース地方委組織、 指導部部長、同月から、アゼルバイジャン共産党中央委組織、指導部部長、9月19日から12月10日まで、中央委、第3書記、同日から翌1934年まで、第2書記、同年5月31日から翌1936年9月まで、連邦東坂深洲地方委、第2書記を務めた。 同月21日から翌1937年2月5日まで、ウクライナ共産党ハリコフ周囲第一初期、同年1月16日から9月までは、キエフ周囲第一初期につき、1月8日からは、中央委政治局員、6月3日からは、中央委組織局員、1937年9月26日からは、中央委第二初期を歴任した。 第10回、第14回、第16回、第17回の連邦党大会と、第13回のウクライナ党大会にも出席し、キエフでは、ヨシフ・スターリンとラーザリ・カガノービチの命によって、パーベル・ポストイシェフ派のトロツキズムに攻撃を加え、その他多数の人民の敵の処刑に加担した。しかし、自身も1937年10月13日に逮捕され、 翌1938年1月27日には、ウクライナ党中央委員、政治局員、組織局員、第二書記のすべての職を解かれた。その後、連邦最高裁軍事参議会によって、死刑判決を下され4月25日に処刑されたが、1956年に名誉回復がなされた。ありがとうございます。